すりつぶせ。ベー。お、お前何企んでる。そうはいかないぞ。ひなた逃げすぎ。そうよ、これは企んでる顔じゃなくて笑顔だぞ。多分多分とか言うんじゃないよ西野や。ひなたぶっ飛ばす。この練習試合全部終わったら監督たちのおごりでバーベキューらしいぞ。バーベキュー。ナイス。そこは噛むなよ影山。白鳥沢の近くじゃないか。白鳥沢って牛若の。俺に何か用か。わかるのか。まあ、きた。もしかして変装のつもりだった。アリングなんだ。なんで叫んだんですか。何今の。影山、月島、山口、まとめて説教してやる。そこにかがめ、いや座れ。俺の目線より下に来い。オリングさんだ、教えて。俺たちはもう、大丈夫、一本切ってくべ。よっしゃー。おお、なんだよ。ほらもう、お前顔怖いんだよ。そもそも明石全国で5本の指に入るエース。よーさー、俺って最強。へへへ。くそお、くろー、まだ何も言ってねえよ。見た博士、ね、今の俺の超インナースパイク見た。見ました、すごいです。なんだこれ、やんのかこら、シティっぽい。こら、うちの大事なキュマネージャーにちょっかい出す気か。そのふさふさしつこく触るぞ。いや、話しかける勇気はない。明日、いよいよ大会だね。おう、そうだな。ずっとこのために練習してきたんだもんね。ああ、お前にもいろいろ苦労かけたな。うんうん、いいの。私、リュウ君の頑張ってる姿大好きだから。お前、清水、うん、こんなの初めて。首相まで。この人たち、声すら出てない。お前ら、いい加減にしろ。どっちもざまあ、誇られてやんの。何ニヤニヤする。影山やめろ。こんなこんな肉だけ、何をブロック。精神をだよ。相変わらず読めねえ。ウヤスさんの身長が縮んだ。確かにおめえは髪の分まで身長だぜ。やってめえ。笑ってんじゃねえ。あんまり騒ぐな、大地に怒ら。俺だよ、朝日だよ。お前ら、うるさい。ボケ、日向ボケ。似てる。もう一回。なんか余分に怒られてる感じする。はぁ、ジュスムの勢いは。うえ、帰れ
アイス様が。おらいい出だし。うるさい、長いローリングサンダーおい、くれぐれも夜更かしなんかすんじゃねえぞ。イワちゃんは俺のお母ちゃんですか。ああ、ごめんごめんごめん、しないしない、コンディションは万全で行くって。くだらねえこと言ってんじゃねえ、クソ及川。部室閉めんだからちんたらすんな、グズ川。悪口を略さないで。グズ及川、言い直さなくていいよ。あるの、わかるよね。わかるよね。で、予想はついてるかもしれないけど、赤点の強化があった場合、その補修が週末に行われる。おい、どこにも逃げられないぞ。縁の下、捕まえろ。はおい、お前ら菩薩顔やめろ。先生もしっかりしろ。俺も清子さんに。君からお金を騙し取るからついてきて。って言われてもついていく。普通の方。はーい、煽られない。アイスさん、落ちる。チャンスボール、チャンスボール。くそ、すんません。一人時間さ。あれ、あーうー、どう、普通の方です。一人時間さ。うちの野生児は騙せても僕には通じないんだ。これがカラスモの本気なのです。くっ、まぶしい。行こう。あ、はい。肉肉肉、お肉肉、合わせて肉肉、お肉肉、お肉万歳、元気100倍。なに、怖い。アレルヤ、お肉神様、お肉神様。先生、いいよ。お粗末様でございました。ってふざけんな。やるなら先に言っとけ。ああ、なんだボケ。すげえ、すげえ、このボケ、田舎クソボケ、女性ボケ、ふだバカ野郎、ライングしてるんじゃねえ。ふんふんふん、おりおり、西野役、田中くん、素敵。西野役、田中くん。ああ、頑張って。おや、おやおや、おやおやおや。今日はもう俺にあげんな。わかりました。チャンスボール。はい。ツーアタ。イワちゃん、ちょっと力んでない？いいとこ見せようとしなくていいんだよ。イワちゃん、足りない頭使うと頭痛くなるよ。岩泉さん、かっけー。イワちゃんに負けた気分。お前は今までのいつ俺に勝った？そうか、すまん。お前何笑ってんだ。ぶん殴るぞ。すぐ殴るっていうのやめなよ、イワちゃん。今までみたいに機械的に考えるだけじゃなく、終盤こっちの劣勢っていう状況、イワちゃんと俺の超絶信頼関係、あってたまるか、そんなもの。でさあ、剣魔のやつが、あっ、うん、僕てめえ横取りすんじゃねえ、この野郎。もっと食べなさいよ。ほら、野菜も食えよ。行くだろ、肉を食え、月。大きくなれないぞ。肉の匂い、食べたい。入手したら間違って食われるやも、焼かれるやも。何か取る。私、おいしくないです。全国で5本の指だろう、だろう。
でもお前らんとこの牛若は。おい、そんなこと言ったら俺がかすんじゃうじゃねえか。あの、一緒に写真いいですか。え、写真もちろん。おお、いかさん、いった、監督にもぶたれたことないのに。お、ごめん、写真はまた今度ね。これは夢にまで見たラッキーなハプニングのエロ、すなわちラッキーエロ。すまない、これは不可抗力だ。ありがとう神様、ありがとう勝利。大丈夫ですか。はい、大丈夫です。貫禄ついたんじゃない。この4ヶ月、またペナルティ好きなのかな。へいへいへい、休憩中。じゃあ練習しようぜ。結構なクセ者たちに揉まれてきたんでね。よくわかんないけど